今回は、エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイルの、抜き方と、あの工具ですね、抜く位置の紹介を していきたいと思います。エンジンオイルはカバーを外さなくても抜けますが、ミッションは、カバーを外さないとオイル交換はできません。今回は、見やすいようにエンジンの方もカバーを外します。ミッションの方は必ずカバーを外してください。エンジンオイルは、17ミリの、あのレンチで、ミッションは24の、今回はメガネを使ってます。上の方も同じ24ミリです。デフの方は上側が23ミリになっていますので、24ミリでは回さないでください。下は24ミリです。分かりやすいように23ミリのレンチは上から入れてますが、下から外せますので下から外してください。ミッションオイルとデフオイルには注意点があります。まず上の入れる方のドレンボルトを緩めてください。緩まなかったらオイルは抜かないでください。これからも動画をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。